ディズニーランドワールドバザール内とかに、うん、バイシクルピアノっつって、あの、うん、自転車漕ぎながらピアノ弾いてる、あ、知ってる知ってる知ってる、おじさんいるんですよ、外国人の、あ、知ってる知ってる、スティーブさんっていう人がいるんですけど、あの人やっぱすごいよ、あのショーね、アトモスフィアっつって、あの時間がいつ出るか決まってなかったりするんで、正確にはだから、でも結構な確率で出会えるんで、出てるんだ、これね、楽しみ方があって、スティーブさんもう365日のようにもうあそこでずっとピアノ弾いてるんで、いろいろ下りがあるんですよ。で、まあ、知ってる人たちの中ではこうみんなこう一緒にこう言葉を言ったりするんで、んその下りを覚えていくと楽しいんで、スティーブさんじゃあ行きますよっつったら、みんなでさてさてっていう日本語が好きで、さてさてってみんなで言って、で次は何でしたっけっつったら、今度ハンカチをポケットにし、ポケットを探すっていうくだりがあるんですよ。でポケットって言うと、あ、そうそう、あ、ポケット探してます、ありました、おめでとう、ハレルヤーとか言ったりして、で最後立ってたんで、じゃあそ次はって言ったら、座って、そうです、じゃあ座りますって座ってピアノを始めるみたいなくだりがあったりして、そういうくだりを知っていくと、もうみんなとこう一体感どんどん高まってって、でこれ一番いいのは、スティーブさんピアノ弾いてますけども、スティーブさんの左隣、まあ右隣でもいいんですけど、隣で見てると、うん、でそこで例えばカメラを回しながらやってると、弾いてるところ、そう、うん、弾いてる時にあのパフォーマンスがこれしかできないんで、おうおう、あ、手を使ってるから、そうそうそう、だからカメラをここで撮ってると、おうおう、スティーブさんカメラが目に入ったら絶対そのカメラにこう顔を寄せてきてくれる、おう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 、だからもうすごいいいショットがそこで撮れて、なるほどね、でスティーブさんものすごいこうサービス精神旺盛なんで、おうおうおう、めちゃくちゃ構ってくれるんで、おうおう、そこで見るといいんですけども、おうおう、なになに、そこのカメラポジションに、あのピアノおばさんっていう人がいまして、スティーブさん365日ほぼ出演されてることはまあ結構多いですけど、それと同じぐらい一緒にいるお客さんがいらっしゃって、普通のお客さんだろ、それめちゃくちゃ有名なお客さんなんです、もうその人、もうスティーブさんのそのパフォーマンスの下りが結構毎回同じだったりするんで、完コピーしてるんですよ、おばさんはね、ずっと見てるから、でビアゲストっていうあのディズニーとかとか、テン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 って弾いたりするんですよ、それも全部振りが合うんですよ、おばさんが進行してるスティーブさん横でこうやってやってるんだ、そう、横でこれだけやってるの、ずっと手拍子しながらテン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 ってピアノ止めて、スティーブさんが結構叫ぶことがあるんだけど、それも全部一緒に叫んでたりして、完コピしてるスティピアノおばさんっていうのがいるんで、そっちの方見たくなっちゃうな、じゃあちょっとね、まあ普通 の, あの一般の方なんでね、こうお声掛けとかあれかもしれないけど、まあね、まあ結構あの、まあ、スティーブさんの大ファンの方だからダブルで楽しめるってことね、ピアノの人を楽しんだ後は、そっちのおばさんで楽しめるってこと、ね、なんだろう、最近その人が見たくてしょうがなかった、ああいいね、そう、ツーな楽しみ方だよ